入眠ラジオ、今月もお疲れ様でした。お疲れ様です。成宮いつきです。寒くなったり暑くなったりと、だいぶ気温にもてあそばれている感がありますが、皆様体調は崩しておりませんでしょうか。会社でもね、ちょっと危なげな人がちょいちょいいて、でもこの気温の狂いっぷりじゃどうしようもないよね、なんてね、話しているんですけれども、本当にね、こないだ日曜に映画行った時なんか、勤労ですんごい天気も悪くて冷え込んだんで、これはしっかり防寒していかんとなぁと思ってちゃんとね、着込んで、結構本当に真冬でもいけるかもしれんレベルで着込んで、で、冬用のコートも出していったら、マンション出た瞬間、あれってなるくらい。あったかくてね、すごいあったかかった。暑かったです。本当に暑かった。なんで私今日ハイネック着ちゃったんだろうって後悔するくらい暑かったです。汗もできるんじゃないかなってくらいね、ずっと汗ばんでました。で、そのくせね、同じ日に帰る時間もう22時とかだったんですけど、その時間になると着込んでてよかったわーと、冬用コートでちょうどよかったわみたいな気温になってね、まあ、じゃあいいかみたいな感じになりました。ちなみにね、その時見に行った映画は、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎、通称ゲナゾなんですけど、すごい良かったので、私の好きなタイプの女も出てきて、展開的にもすごいテンションが上がったので、進撃の巨人レベルのグロと、あと家庭内の性的暴行描写に抵抗がなければ、ぜひとも見ていただきたいなと思います。鬼太郎っていうキャラクターの存在をほんのり知っていれば、別にあとは何も知らなくて大丈夫なのでね、ぜひご鑑賞ください。鬼太郎のお父さんの、目玉親父が人間の姿をとっていた頃の話なので、本当に誰も知らない話なので、何も知らなくて大丈夫です。はい。といったところで、今月もメッセージをいただいておりますので、読んでいきたいと思います。天の川の主さんからのメッセージです。お疲れ様です。今年の夏は激烈な猛暑であったのに、ちゃんと寒い冬になりましたね。突然気温が下がって体調管理が大変です。真冬まではまだ遠い。でも寒さもなかなか。こういう時、一番の防寒着を早々に出してしまうか、それともそこそこの防寒着で耐えるべきか悩みます。せめて年を越すまではそこそこの防寒着で過ごしたいものです。成宮さんもご体調にお気をつけくださいませ。はい、ありがとうございます。防寒着はまあ、さっさと出しちゃっていいんじゃないですかね。一番の防寒着っていうのがどれくらいの装備なのかわかんないので適当言うんですが、全部引っ張り出してくるのに抵抗があるのであれば、冬用のコートだけ出す。一番上にね、着るやつだけ出すとか、そういう下に何着てようがこれさえ着とけばなんとかなるみたいな最強の一着を出すか、なければそういうのをユニクロで買うかみたいな感じがいいんじゃないですかね。うん。なんでユニクロって言ったのかっていうと、私は毎年ユニクロのダウンと裏肝の短パン、あったかいパンツとでね、乗り切ってるからですね。短パンの方はね、ヒートテックが入ってるやつなので、あんまり誰にでも勧められるものではないんですけど、ダウンの方は本当におすすめです。めちゃめちゃ暖かい。まあ、これ1枚でやっても別にいいんですけど、本当にめちゃめちゃ寒い時に、これ着て、で、その上からコートを着る。これがね、本当に最強ですね。軽いし、あったかいし、もう、これで暖パンも装備してれば、もはや寒いのは顔だけって感じになります。のでまあ、毎年冬がマジで厳しいんだよなって人は、よかったら一着お買い求めいただければと思います。いや、しかしね、今こんな感じで、今年の冬はどんな風になるんですかね。一応今まだ秋ですからね、一応ね。うん。あんまりね、気温で揺さぶらないでいてくれたら、厳しかろうが、あっ高かろうが、まあ、私個人としてはいいかなって感じですかね。うん、引き続き皆様、体調管理にはお気をつけてお過ごしください。田山六也、初冬の記事。また、好きな初冬が来た。今年は雨が多いので、勤めに出かける人などは困ったろうと思う。しかしその雨のせいか、今年の紅葉の色は非常に良い。私の庭のばかりでない。どこに行っても、細やかな紅の色彩が何とも言われない。青霧の葉などはいつもならば黒くしなびてカラカラと一風に散ってしまうのであるが、今年はそれすら美しく黄ばんだ色を見せている。サザンカが厚い、深い緑葉の中に隠見している様も絵に似ている。雨によし、晴れによし、朝によし、夕暮れによし、というのはこの花である。彼岸以後は一雨ごとに寒くなっていくというが、この寒くなっていく具合がいい。気分がいい。寒いなあ。バカに寒くなったなあ。こたつでもやるかな。などと言って、塞いでおいたいろりを開ける。ちょうどその時分、今年の夏を過ごした富士見の高原あたりでは、雪が凄まじく降りしきっていたのである。上諏訪にも15日には雪が降った。この間、富士見の K 君が来た時には、もう八ヶ岳は半分雪だ、と言っていたが、今ではすっかり真っ白になってしまったのであろう。ある日は午後から雨になった。女の子たちはコウモリ傘は持って行っているが、降りが強いので帰るのが大変だろうなどと言って母親が心配した。姉が9つで、妹が8である。と、妹が先に雨をついて帰ってきた。姉の下駄を持って行ってやると約束したと言って、自分で持って行ってやる。それと行き違いに姉が帰ってきた。今度は姉が妹のことを心配した。そして、また迎えに行った。そしてまた行き違いになった。姉は降りしきる雨の中を泣きながら帰ってきた。姉妹の情などというものは面白いものだ。初めて早稲田に公園に行った時もかなりに激しい風雨であった。電車まで行く間が億劫なので、車で行くことにした。道は遠いが、抜け弁天の方から行く方がいいと、最初に私は車夫に注意した。それにもかかわらず、車夫は大久保の方の近道を選んだので、富山野原を抜けるときには、車は全くぬかるみの中に陥って、にっちもさっちも行かなくなってしまった。車を降りて歩こうにも、足田の丈が立たない。腹は立つし、気はじりじりするし、車夫のトンマを罵ってみたが、どうも仕方がない。こんなバカバカしいことがあるかと思いながら、仕方がないので、足袋を脱いで、裸足になって、満州の道かとも思われるような深い泥泞の中を5、6丁歩いていった。後で私は人々と話した。車はもう時代遅れだ。もう10年も経つと車はなくなってしまうであろう。第一、道路からして車のための道ではなくなっている。車が交通の中心をなしている自分には、いつでもせっせと道路の修繕をやったが、今ではそれにそう重きを置かなくなってしまった。したがって、道の工程などが一致しなくなって、車の乗り心地がすこぶる悪い。車はもうダメだ。話をするのが下手なので、多少気にしたが、それでも聞く人は静かに聞いてくれたので嬉しかった。自分なんかは何にも知ってやしない。何にも研究はしてはしない。仕方がないので、例の社会と自己の話などをした。根本の話などをした。そしてそれを内面描写の方へ持っていった。社会と自己のことについては、自分はかなり細かい経験をした。それなのに S 君あたりから単に単純に大雑把に言っていると思われるのは遺憾だ。あるいは S 君などの年齢は社会が気になりすぎる時代であるのでそう思われるかもしれない。それならば、どうも致し方がない。近頃は大抵家で暮らした。不死身にいた自分から心がけていた長編、一平卒の10冊を今年のうちに仕上げて、来年早々本にしたいと思うので、なかなか忙しい。それに、自分に平営生活をしたことがないので、かなりに研究したつもりであるが、テクニックや読書の気分さが難しい。どうも兵隊さんの気分が出てこない。それで筆も進まぬがちで困った。しかし、狙ったところは別にあるのであるから、そういうことはあまり気にしなくってもいいとも思った。運命、はめ、罪悪。そういう方面の心理を書いてみたいと思って筆を取り始めた作だから。で、1日は大抵それに潰されてしまう。それに他に旅という本の構成をしている。なかなか忙しい。ある時はこういう歌を詠んだ。家々は未だ眠りて川岸の。カモメの群れに朝日まず差す。という歌だ。カモメというものは面白い。朝日のかすかに差し始めたところに何十羽と限りなく集まって、楽しそうに白くなって泳いでいる。見ていると羽を動かしたり何かしている。ちょうど絵のようである。それが急に慌ただしく羽ばたきをしたと思うと、一斉に飛び上がって、そして遠く離れ離れに飛んでいった。その飛び立った時の白い翼の一斉のきらめきが、何とも言われず美しかった。かえってそっちの方が歌になると思って考えたが、どうもうまくまとまらなかった。一夜は急流に似た大きな芝居の群れの中に、妻と2人で椅子に腰掛けて見ていた。方ばかり成り立ったような芝居。続いて、女学生上がりの細君のような細川忠興の妻を見た。甘い芝居であった。私の一番嫌いな家庭的の芝居であった。去年の名は長年といい、これといい、すこぶる飽き足らない作者の態度だ。また、見物の態度だ。これから比べると外国の芝居が羨ましい。絹川端の男女の悲劇は人情味に押されて、せっかくのすごいところが出てこないのを遺憾に思った。昔見た時にはもっと凄みが多かったと思った。これから思うと、先月見た切られお富の方がよほどいい。久保田うつぼくんの調整集という歌集は、風邪をひいて寝ている床の上で見た。濁れる川に比べて理屈の少なくなったのを非常にいいと思った。それに単純なところがいい。しかもただの単純でなしに、複雑を通ってきた単純がいい。どうにもならない世相だ。こういう風に君もだんだん感じてきたらしい。そしてそこから本当の独創が生まれてきたらしい。鉛筆で一つ一つ印をつけて、いい歌に開口すると声を立てて吟じてみた。大杉くんの事件も男の立場として同情に値しないではない。主義の犠牲だ、などという人もあるが、私はそれほどには思わないが、とにかく深く考えてみなければならないことだ。主義、思想などという境より、もっと深く入って考えてみなければならないことだ。主義、思想、それも肝心だが、それより先がもっと肝心だ。こうした女の張り詰めた心も同情するに足りる。作をするならどうしてもこの女の方が主人公だ。それを内田くんが裏店のカカーのような無知な行為と言ったのは理解できかねる。君がかつて分子の生活について言った散漫な議論も、やはりそういう調子と同じ調子ではなかったか。同じ人間だ。もっと深く考えてみることが我々には必要ではないか。相馬くん、片上くん、吉江くん。この三くんのことなども、折々私の胸に登ってきた。ふとあるとき、この三くんが誰が一番自分に本当の生活をしていたろうかと思ってみた。私の甲では、形は違っていても、やはり相馬くんが一番本当の生活をしているのではないかと思う。学問もいい。研究もいい。しかし人間は本当に目覚めてくれば、学問や研究などは何でもない。学問や研究は対社会的にはいいかもしれないが、自己という上には何の解もないということを考えてくるであろう。せわしいので、今月は根っから小説を読まずに暮らした。谷崎くんの病弱の幻想と、中村古月氏の人の生活と、加納くんの醜き影と、この三つを読んだきりだ。谷崎くんの作は、深み、凄みなどというものが足りないが、内面的の作として、ちょっと異色がある。平凡でなかった。小月くんの作は、理智にとらわれることを気にしていながら、やはり理智にとらえられている。醜い頬や皮膚を気にする形も、もう少し病的であってほしかった。加納くんの作は、自己描写がまだ楽である。人情的である。もっと辛い自己描写であってほしい。しかし、子供が一人あるくらいのそうした生活と気分とは、直に受け入れることができた。ある日は、私が家のすぐ裏にあるクズの灰なりの人たちが訪ねてきた。この稲荷は、私がここに住んでから1年ほどしてできた宮だが、長い間、その経営ぶりを見てきているので、いろいろな点において同感ができた。聞くと、ここは由緒ある神社で、維新前までは京都の七条にあって、天着と言われて、歴代の天皇の勅願書や、有名な武将の祈願書などをたくさんに蔵しているということであった。それが潰れてしまったのを再興したのである。ということであった。50くらいの中老の杜氏が熱心な慶心家で、この権行の様は人の心を動かすに足りるものがあった。7年以来、一丁として水こりを取らない朝はなかった。神に捧げた心。昔の由緒ある宮の再興に捧げた半生という形であった。今度、神のもとという小冊子をこしらえるので、それに子供の慈愛をもとにした小説を私に書け、ということであった。私は喜んでそれに書くつもりだ。月の初めには、朝鮮の平安北道にいる軍人の弟が突然やってきた。弟は大隊長をしていた。新たに二家師団できたので、今までいたところの兵隊を連れて、今年の春そこに行ったのだ。彼のいるところは、公海といって、それは偉いところである。今度帰ってきたのは、妻の父が死んだので、それで国に置いた妻子に会ったり何かするために帰ってきたのだが、その航海からは国の英知市まで半月の月日を要するのであった。彼はそこから深夜に15、16里を馬で飛ばして、鴨緑港の船の出るところまで行って、それから5日間、その家州の中で暮らして、そしてようやく、新義州の汽車に乗って、一直線にこちらへとやってきたのであった。私は一度、弟のいるうちに、朝鮮に行ってみたいと思った。安州から黄海まで、6日かかる、ということである。また、漢口の方から行くと、10日かかるということである。えらいところに、大体が置かれてあったものだ。弟の話によると、鴨緑港を下るのが非常にいいということである。とても内地では見られない。富士川などの火ではないそうである。両岸の絶壁の迫った中に、水量の多い川の流れている様は、どうしても大陸的だ。それに、紅葉が何とも言われずよかった。こう言って、弟は話した。雨が降ったり、曇ったり、日が照ったりする間に、秋は暮れた。冬が来た。山に囲まれた故郷の病院にいる水野千子のことなども気にかかった。だいぶいいという手紙が来たので、いくらかは安心しているものの、これから寒くなって体に触らなければいいと思った。娘という小説などを私は思い出していた。ある夜は酔いの中に慌ただしく半鐘が鳴って、見ると裏のガラス窓が真っ赤になっていた。F 工場が焼けるのであった。幸い風がないので危険はなかったが、火の粉は一面に私の家の近所へとなびいてきた。私はちょうど一緒に酒を飲んでいた S 君と、裏から下駄を突っかけて急いで見に行った。凄まじく燃え上がる火の光が、そこらに並んで見ている人たちの顔を赤く照らした。さて、アフタートークのお時間でございます。まさに運動の秋な気持ちのいい季節が終わりに差し掛かり、今や夜に外を出歩くのはやや厳しい感じになってきたんですが、今のところ運動は続けられています。だいたい2キロくらい走って、で、コンビニでお茶買って、で、利用者が少なくなってきたチョコザップ行って、30分くらいスマホのゲームやったり、ツイッターしたりしながらエアロバイク回して、で、最近はそこにラットプルダウンを追加してます。背中をね、主に鍛えるやつなんですが、10キロを10回3セットの軽い感じでのんびりやってます。ちょっとね、まだ正しい姿勢があんまり意識できてないかなという雰囲気もあるので、実際背中鍛えられてるなって実感は正直まだないですね。ね、ただ他の部位は、最近ふと気づいたら太ももの肉がね、あ、これ筋肉に変わっていってるなっていう感じがあるっていうか、なんて言ったらいいのかな。筋張ったは違うね。ふにゃんふにゃんじゃない、柔らかくない部分ができ始めてきてて、おーと思いながらたまに触ってます。でもね、一番なんとかなってほしいお腹の肉は相変わらず減らないですね。一番やばかった時期よりはまあ、減ったような気がしないでもないという雰囲気効果出てる感じみたいな、そんな感じです。いや、お腹へこませるのってこんな難しいんですね。肉つくのは一瞬なのにね、本当に。で、最近ね、国が健康のために筋トレを週に 2,3 回やるのを推奨しますみたいなガイド案をまとめたっていうニュース出てて、で、ツイッターでそんな暇も気力もないよみたいな感じで燃えてたというか、ちょっとトレンドになってたんですけど、筋トレっていうからなんかそんな感じになるんじゃないかなというのはちょっと思いました。あれって要するに、座りっぱなしの時間が現代人は長いから運動してくれみたいな話なんですよね。なので、バーベルを上げるとか、私がやってるみたいに足上げ腹筋するとか、そんな、なんだろう、聞いただけでもういいです、やりたくないですみたいな感じになるやつじゃなくって、ツイッターしながら一駅二駅、都会の話ですけど、一駅二駅それくらい歩いて帰ってくるみたいな、そんなんで全然いいんですよね。で、まあ、そんな気力ないよって人におすすめなのが、チョコザップなんですよね。自分、チョコザップの回し物なんでチョコザップの話をするんですけど。てか、チョコザップじゃなくても全然よくって、エアロバイクがあればどこでもいいんですけど、これをね、ぜひやってほしい、エアロバイクを。エアロバイクの素晴らしさを運動不足を感じている人全員に伝えたいですね。うん。なんといっても、運動負荷がバチクソに低い。低いので、初めてやる人でも30分くらい余裕でやれるんですね。で、運動負荷が低いので、ダイエットとかそういうのとは割と縁遠い方の運動なんですけど、政府が言うところの健康のための運動、いわゆるウォーキング的なね、ああいう部類の運動には十分入るんですよ。で、しかもエアロバイク、なんとツイッター見ながら、あるいは各種ソシャゲをしながらでもやれるんですね。うん。で、私も常にエアロバイクやるときはツイッター見たり、ソシャゲしたりしながら30分超えてます。はい。そんな感じなんでね、お近くにチョコザップある方、ぜひとも一度、1ヶ月だけでいいのでやってみて、エアロバイク30分回してみてください。マジでこれはね、運動してる気になって、私今日運動したなーっていう気持ちになれるし、実際運動してるのでいいですよ。すごい頭悪いトークになってますね、これね。うん。ただね、最近運動してて一個、これなんかなーって思うのがあるんですけど、帰り道なんですよね。夜寒い中、運動するから、軽装、ジャージ着て、下に T シャツ着てくらいでね、そんな装備でも行きはいいんですよ。ランニングやってからのチョコザップなんでね。体温まってるんでいいんですけど、帰りがもうね、汗流した後ってのもあって、結構ね、肌寒さがあって、で、じゃあどうするのかっていうと、走って帰るしかないんですね。うん。チョコザップ行く前に、コンビニで買ったお茶を片手にね、ジャボジャボ言わせながら走るしかないんですよ。なんか、それがね、若干の恥ずかしさというか、なんとも言えなさがあるというか、なんか、チョコザップ出た途端走り出すの、すごい運動好きな人みたいな感じで、別に全然そんなんじゃないので、気恥ずかしいですね。別にいいんですけど。どうしようもないね、あれはね。どうしようもないので、タオルをマフラーみたいにして、首元ガードしつつ、走って帰ってます。はい。といったところで、そろそろエンディングのお時間となりましたので、締めていきたいと思います。入眠ラジオ、今月もお疲れ様でしたは、毎月1回月末更新のコンテンツです。だいたい30分くらいを目安に、トークと朗読でお休み前にゆったりとした時間をお届けできればと思います。もしラジオで読んでも構わないメッセージがありましたら、概要欄にあるメールフォームからメッセージを送っていただけると幸いです。それでは今回はこの辺で。今月もお疲れ様でした。おやすみなさーい。